安物双眼鏡好きのサラマニーでございます。今回はね、番外編ということで一応お送りしたいと思います。何かといえばこれね、フォレスター2の10倍42のやつなんですけど、紹介の中で特徴的なね、あるものを入れ忘れたので、これをね、番外編として入れたいと思いますね。何かといえば、ね、箱付きなんですよ、今回ね。ね、箱付き。ね。でね、これのね、ソフトケースのね、紹介をね、忘れていたんですよね。この特徴的なソフトケースはね、ぜひともね、動画に残しておくべきだなと思いましてね。番外編として、お送りしたいと思います。一応これストラップ。ネオプレンかな?ただの幅広かな?ちょっとわかんないかな。なんですけどね。ネオプレンじゃないかもしれないですね。あんまり厚みないかな。うん、ただの幅広かもしれないですね。はい、で、これなんですよ。これ。この、変なね、この、このソフトケースね、なんでこれにしようと思ったんですかね、ビクセンさん。これは、よいしょっと。ここが、マグネット入ってんのかな?うん、マグネットで、ひっつくホックみたいですね、これね。クオリティ自体はいいんですよ。いいんですけど、なんでソフトケースこの形状にしたのかなと思ってね。入れ方としてはこうでいいんですよね、多分。こういう感じでいいと思うんですけどね。うん。こうして、はい。こういう感じ。ソフトケースね。でもさ、これ、保護にあまり役立たないというか、まあ、外面からはね、一応守りますけど、ここ剥き出しでしょ?ここ剥き出しでしょ?これ。なんでこれにしたのかなと思ってね。うん。ストラップはどっから出せばいいのかな?一応ここが切れてるので、ここからストラップは出そうと思えば、こう出して、で、ストラップを出した上に巻きつけるような感じになるんですかね。うん。なんですけど、なんでこれなんですかね。正直、保護性能としても良くない。大したことないし、ね、こんなのだってつけてても、ホコリとかなんとかね、砂ぼこりとか来たら、もろかぶっちゃいますよね、これ全体にね。うん。で、見てわかる通り、普通のソフトケースよりも、多分ね、凝ってるんだと思うんですよ。ね、こんなめんどくさい構造で、ね、いっぱい縫い付けてあるわけでね。ここはちょっと硬い。うん。こっちの面も硬い。で、この辺は当然柔らかい。ふにゃふにゃ。ふにゃふにゃ。硬い。ふにゃふにゃ。うん。まあソフトケースなのでね。うん、あれですけど。なんでこんな気をてらったね、デザインにしたのかなっていうのでね、すごい、うん、特徴的だなと思って、これは絶対紹介するべきだなと思って、今回番外編として撮らせていただきました。うん。ソフトケースはね、ほとんど私捨てちゃうんですけどね、あってもしょうがないので、これはね、さすがにね、撮っとこうと思います。うん。なかなかね、ちょっと他に見られないね、ものなのでね。他社であります、こういうやつって。ね、はい。ということでした。